ヘイトホームは、フィンランドトゥルク出身のメロディックデスメタル、デスラッシュバンド。2004年4月に、トミー・ライスと、ヨニス・オデン・ヤルビ、ゾーマス・バ・ハマーの3名によって結成。この3名は、モービッド・ドリームというプログレッシブデスメタルバンドに在籍するバンドメイトだったが、音楽性の違いが原因でバンドを離脱し、ヘイトホーム結成に至った。結成後、オーディションを経て、 ペトリニーストロームが加入。2004年6月に初のギグを行っている。当初はシングルギター体制だったが、活動を開始して間もなくインソムニウムのギタリスト、ビレ・バンニと接触。ビレがバンドに加入し、ツインギター体制へと移行する。2005年にファーストでもヘイトホームをリリース。2006年になって間もなく、学業に加えて、 インソムニウムの活動が多忙になったことからビレが脱退。代わって2月にトムガーディナーが加入する。同年にセカンドでもリタリエートをリリース。リリース後、フィンランドの進行レーベル7時45分レコードと契約。2008年1月にファーストアルバムドミネンスをリリースしデビューした。同アルバムは日本でもサウンドホリックからリリースされ、日本デビューを果たしている。 リリース後には、リージョン・オブ・ザ・ダムドやザ・スコジャーラとツアーを行っている。同年には、インターネットシングル、トゥーボもリリースしている。2009年にオリジナルメンバーのゾーマスが脱退。トーチャー・キラーなどで活動するトゥーモ・ラ・トバラが加入。2010年にセカンドアルバム、オリジンズ・オブ・プレイグをリリース。リリース後、7時45分レコードを離脱。2011年に、 フィンランド最大手のレコード会社、スパインファームレコードに移籍する。2012年には、隣国、スウェーデンのナイトレージや、スカーシンメトリーらとツアーを行う話があったものの、ヘイトフォーム側の事情により、キャンセルとなっている。2013年に、サードアルバム、サンクチュア・リン・アビスをリリースした。2014年4月5日のライブをもって、無期限で活動を休止した。活動休止後、 トミー・ライストは、ペイン・コンフェッサーで、トム・ガーディナーはソリューション。45、ドゥオモが、トーチャー・キラーで、音楽活動を継続する。メンバーのうち、トミー・ライストとトム・ガーディナーは、ポリ出身のメロディック・デス・メタルバンドモルス・プリンシピアム、エストに双方加入していたことがある。トミーは2007年に加入し、2011年まで、同バンドで活動していた。一方で、 トムは2008年8月に加入するも、翌2009年3月には脱退。この約半年の間のみ、トミーとトムは、モルスプリンシピアムエストで活動を共にしていた。ただし、この2名とも、モルスプリンシピアムエストの音源には参加することなく、同バンドを離れている。ありがとうございます。